ございます。あ、今日は久々の釣りですね。久々、ほんと久々。年1回の荒釣りですね。前回は小荒か、ちっちゃかったね、うん、2キロぐらいですかね、2、3キロですかね。いや、4キロぐらいですね。名人が結構釣りましたもんね。今でもあれ、ちっちゃいとリリースしないといけないですよね、うん、はい、5キロ以下リリースやき、5キロ以上釣らなきゃ、最低で。目標は15キロ。15キロ、今日は、多分15キロ来ると思いますよ。深場狙うと言ってましたんで。いや、頑張っていきましょう。今日は菊竹さんが誕生日だから、はい、ハッピーバースデーアラでよろしく。皆さん、釣らないようにお願いしときます。さあ、いよいよ始まりますよ、アラ釣り。ね、2投目にしてね、当たっただけまだいいよね。めっちゃ怒っとる。でもあれ、あのタイミングでいいやろ。ねえ、もうブワーっていったもんね。いや、心臓に悪いね、これ。心臓に悪い。そうやか、分からんでも、うーんっていうのはそんな大きくはなかったよ。あ、ほんと、うん、リリースされてたかもしれんね、来てもね。うーん、やばい、これ全然負けんとかではなかった、うんうん、88m がそこで、さっき 83.7 でしたよ。そうやなと思ったら来たけどね。これは今触ってないっすよ。触ってないっすけど食ったっす。もうないから。わからんけど、まあ、もう一つかも。だけんなよ、お前食えよ、最後まで。もうなさそうじゃね。ないと思うけどね、多分。なんか、しなり方が違ったね、もんか。ねえ。行く。行くぞ。暴れよう。めっちゃ暴れよう。めっちゃ暴れ。ほらほら。全然大きくない気がする。ちっちゃいね。ちっちゃい。ちっちゃいっす。また船長がふんっていうぐらいかもしれない。ほらあらあらあら。
ゃいです。多分ちっちゃいです。ああ、でも見よう。見ようけど。相当小さい。5.1 キロあたり。いや、ナイス。多分相当軽いです。全然うーんとかうーんとかないもん。ずーっと上がってきよう。よし、これから気合い入れていきます。はい、エンジン当たりないですか？いや、あったけど餌取りですね。ゲソだけ取られました。30キロぐらい釣ってください。取ってください。どうですか、まだ釣れそうな予感がします。釣れそうな予感がします。これはもうはい、オリジナルカラーで仕立てました。島の関の方のメーカーですね。一本取れればいいですけどね。
分かりがない。あ、ただ大きい気がする。大きい気がする。なんかこれはさっきより大きい気がするけどな。なんかさっきより大きい気はしますけどね。あれはこういうような方ですね。44です。44、はい、まだまだ可能性ありますね。あります。頑張ってってください。最近は最近おとついが31キロがあったんです。31キロって高いですね。昨日が17キロまで、14、15、17。なんで2日まで、うん、まあいろ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 、はい、ぐらい時間ありますか。もうちょっと2時間ぐらい。あと2時間で十分あります、ね、場所は秘密で。場所は秘密で、はい、こっちが 7.3 ぐらい。3ですか、ね、こっちが 8.23。 あれこうちょっと揺れるとちょっと変わる。8キロは超えちゃう。1キロぐらい違うんですね、うん、でもこっちの方がお腹が大きい気がするね。えこっちの体幹もありますか。おお頑張れ頑張れ。おおおいけ。おお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 素晴らしい評価じゃないですか。いいポジションにみんながしてくれたんで、ありがとうございます。これで来週から頑張れますね。日本プロ頑張れそうな気がするね。